結構叩かれてるんで、何気に期待していいんじゃないかなって。どうも皆様こんばんは、セゴリト三世でございます。さあ今日はですね、アップル関連のニュースを、いろいろニュースが溜まってるんでね、そちらを解説していきたいと思います。セール中はですね、これどうかというくらいバーって動画を作ってきたんでね、たまにはまったりですね、こういうことが起きるかもしれないとか、こういう特許を取ったからこんな未来が待ってるかもなんていうことをですね、まったり話していきたいと思います。あと新しくね、追加された機能とかもいろいろあるんで、そちらをですね、ババンと解説していきたいと思います。これから起きる未来、新しいものを使うたびにワクワクしますけど、皆さんはどうですか？ぜひ下のコメント欄に書いて教えてください。つうわけで行ってきましょう。というわけで、まず一つ目はですね、リング、スマートリングですね、の、それの特許を出願したということで、これから認められるかどうかっていうところにはなると思うんですけれども、指輪型のものってね、結構増えてきてますよね。一回出た時にね、やろうかなと思ってたんですけどね、ドタバタして思いっきりタイミングを逃してしまったんで、個人的にはね、面白いデバイスだなっていうふうには思ってます。ずっとつけてるわけですよ。で、裏側にですね、心拍測定とかできて、健康状態ですよね、睡眠状態とか、そういったものは随時測るっていうものですよ。この間もこれですよね、出しましたよ、ガーミンね。ガーミンはね、使ってみるとわかるけど、すげえ便利なんですよ。ランナーですよね、走ってる人は、まあ松本マラソンとかさ、東京マラソンとかね、いっぱいあるじゃないですか。で、ああいうね、アスリート、あとゴルフしてる人とかはやっぱすごいユーザー多いんですよね。アップルウォッチが世界で一番売れてるスマートウォッチなんですけれども、まあそれとはまたちょっと違った路線っていうか、よりもっとコアな人向けですよね。にはもうがっつりガーミンって心を掴んでるんですけど、僕もですね、1週間ぐらいですか、ずーっとつけ続ける生活をしてたんですけど、やっぱ楽なんだよね。つけてみてわかんの、あ、これは確かに売れるよなっていう。軽いし、バッテリー持つし、滑らかだし、寝ていてもですね、もうストレスがないんですよね。で、なかなかね、アップルウォッチだよ、ウルトラを持ってね、寝るっつうのはしんどいですよ。分厚いし、まあ、もそういう向けじゃないからね、とんでもない山を行くとかさ、とんでもない海を潜るとか、そういう人に向けて作ってるから、頑丈だし、強いし、まあ、バッテリーもそこそこ持つんでね、そういう人向けなんですよ。だから24時間装着するっていうよりは、過酷な状況を耐え抜くっていうことを想定しているから、ガーミンの方が人気になる理由はすごいわかるなっていうふうに思うんですけど、それでもきついわけ。薄くて軽くてつけててですね、ストレスないっつったって、寝てる間ずっとつけてるわけですよ。それはそれでしんどいわけですよね。だったら指輪の方がいいじゃないかっていう考え方ですよ。ピット決済ですよね、できるとか、あとはまあ他の会社ではですね、もうすでに心拍数測れるとか、睡眠状況わかるとかっていうものもね、結構あるから、そういったものを目指す。あとはなんかね、ジェスチャーとかもいけるっぽいんですよね。要は VR だよね、あれで手で操作できるみたいなものがあるけど、あれってすごいハイエンドなものだから、それの廉価版として指輪で操作をするみたいな方法を取るのかなと、わかんない、これは俺の勝手な感想ね、っていうか予想ね。で、できるようにするのかなみたいなものをちょっとね、見てて思いましたけどね。あとは Apple マップですよね、とかとリンクして、まあ、ここですよみたいな、ブーブーみたいな教えてくれて、あ、ここ曲がるんだみたいな。あとはハンデをね、お持ちの方とかにも使いやすくするとかですね、まあ、いろんなことを考えてるのかなっていうふうには思いますね。で、個人的にね、俺ね、あってほしいな、まあ、今後ね、いろんなデバイスが普及していく中で絶対入れてほしいなって思ってんのがね、血糖値。なかなかね、血糖値を随時測定できるっつうものはないんですよ。だいたい血糖値ってね、食前血糖でどれぐらいあったかな、70、80ぐらいあったかな、わりかしですね、空腹値は減るんですね。糖尿病っつうのはね、1型と2型があって、2型糖尿病っつうのはご飯いっぱい食べてたり、あんまり運動しなかったりとか、高血糖な状態が続くとインスリンが出にくくなっちゃうっていうもので、1型っつうのはもともと出にくいんですよ。で、俺ね、看護師やってる時1型ですごい若い人でね、運ばれてきたのがあって対応したんだけど、すごいんですよ。1型の糖尿の人っつうのはですね、血糖値が500とかいっちゃうんですね。それこそ最初はね、5分おきとか、だんだん15分おきとかね、血糖値を測っていくんですよ。心拍数とかは24時間測り続けることができるから、こう滑らかなグラフがね、こう出来上がるんだけど、血糖だけはですね、ここで打って、ここで打って、ここで打ってっていう風になるから、どうしてもですね、カク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 っていうグラフになっちゃうんですよね。指輪とかに、すごいちっちゃい針だよね、を押したらですね、プスッと出るようになって、いけるっていう、なんかあるんだよね。丸っこい形を
して、それこそお腹とか脂肪が多いとこだよね、そこにバンってやって、そういったものができると確かにいいかなっていう風に思うんだよね。どうなるか分かんないわけ僕もですね、家にいることが多いし、まあ今はね運動とかもちろんしてるけれども、いつ糖尿病になるかどうかって分かんないから、まあそういったものが監視できるようになるのもすごく面白い未来というか安心な未来かなって。脈拍とか血圧、睡眠状況っていうところまで来たらね、やっぱ血糖だよね、血糖コントロール、そちらもしっかりねできるようになると、よりですねリスクですよね下げるっていうことができるから、より健康にですねポジティブに人生を楽しむことができるようになるなっていう風に思ったんで、このリング型はね、おいおいいろんなことができるように、やっぱこういうのもね大きな企業ですよ、アップル、グーグル、フェイスブックとか、そういったところが参入者がなかなか広がっていかないんで、個人的にはそれができるようになると楽しいかなっていう風には思ったの、そんな記事でした。次はですね、AirPods Max 2。これはですね、出るんじゃなかろうかっていうのが噂されておりますよ。このぐらいの時期にですね、出るっつうのはですね、あんまりなくて、新年明けて一発目1月ぐらいに出す。まあ、もしくは3月ですね。だいたい毎年3月に発表会があるんですよ。SE ですよね。そちらを出すんですよ。去年出なかったけれども、まあ、その時に合わせてバーンって出すのかもしんないけれども、そういうシーズンに合わせて出るといいなっていうふうに思ってて、まあ、AirPods Max もですね、かなりハイエンドなねヘッドホンでしたけれども、やっぱ外音取り込みとか桁違いなんで、他社の追随を許しませんから、アップルの外音取り込みって。音質はねまあまあっていうまあまあっていう感じであるけど、でも AirPods シリーズですよね、 AirPods Pro 1とかね、 AirPods Max もそうだけれども、結構叩かれてるんで、音質微妙だなっていうものはですね、2になると飛躍的にガーンってね発展するっていうのがね、アップルの今までのパターンなんで、 AirPods Max 2もですね何気に期待していいんじゃないかなって。SBC、AAC 以外でも使えるようになる。まあ、もしくはね、LE オーディオがね、そのぐらいの時期に始まっていって、アメリカぐらいからね、バーって行って、徐々に日本に行くなんていうことも考えられるし、で、あったらいいな的な機能の一つでですね、イヤサイトっていうやつです。いわゆるさ、VR の時って、見えるようになってる時ってですね、目ん玉がですね、ついて、他見えますよ、みたいな機能があるじゃないですか。あれの耳版。要は、外音取り込みやってますよ、みたいなもので、それがつくんじゃないかみたいなものだ。なんですけれども、まあどうなんだろうね、これは個人的にはどっちでもいいかなって。結構耳がですねバーンって映ってるのは恥ずいなと。まあ海外の人とかあんまり恥ずかしいっつう文化がなくってさ、自分の気持ちをですねこうちゃんと打ち明けられない方がダメじゃんみたいな考え方があるから、わりかし恥ずかしくなくバーンっていけんのかなって思うけど、日本とかはね結構恥ずかしいっていう文化があるから、日本であんまり流行んないかなって。仮にね搭載されたらね、でも面白いっすよね、こういったものがあれば。まあ外から見ればね一目瞭然ですよ、外音取り込みあこの人使ってんだなって、今話しかけても聞こえるんだろうなみたいなものはすぐわかるから、そういった意味ではまあまあいいのかなっていうふうには思いますけどね。でも待ってる人もねすごくいっぱいいると思うんすよ。海外のねネットフリックスに出てる俳優さん、まあ韓国とかアメリカとかもそうですけれども、みんな AirPods Max だから、だいたい海外旅行行った時のね飛行機の中の写真とかはね、これ見ようかしそれを使うんですよ。僕は Bose とかの方がね聞いていいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、やっぱ映えるんだろうね。でそれでバって映ってるっていうのがあるから、何気に2を待ってる人も結構いるんじゃないかなっていう風に思うんで、どうなんだろうね、年明けぐらいに出てくれると嬉しいし、3月とかにもねバーンってねイベント的なもので出ると盛り上がるんじゃないかなっていう風には思いますね。そして最後、三つ目がですね、ファイナルカットプロ、および iMovie とか、ロジックとかですね、まあ、いろんなもののアップデートがありまして、僕はね、動画をですね、ファイナルカットプロっていうソフトを使ってね、やってるんで、それのですね、アップデートがようやく入りましてですね、ファイナルカットっつうのは、まあ、全くいけてなくて、昔ね、ファイナルカットスタジオの時は、今もですね、編集スタジオで使われてるとことかもあるっぽいんですよ。CM とか、映画の予告みたいなのあるじゃないですか。ああいったものに使われてたりとか、ああいうものも、ファイナルカットスタジオでですね編集してるっていうものあるんですけど、映画の編集とかにはね使われてないんですよ。ダヴィンチとかですね、プレミアとかね、まあいろいろあるけど、庵野監督ですよね、実写系はもうほとんどあれなんですよ。 GoPro とか iPhone とかっていうものをバーって使うから、プレミアで映画をやるんですね。でもファイナルカットは選ばれないんですよね。なんでかっていうと使いにくいからっていうそういうもんなんだけど、特に使いにくかった例としてですね、プレビューですよね、入れているデータの編集している時にパンって再生させて
でどこを切ろうか、どこを残そうかってやるんだけど、音の波形が消えちゃうんですよ。音の波形ってかなり重要なんですよ。8、9割ぐらい重要っていうものの位置を占めるんですね。ようやく映るようになったと。しかもその再生に合わせて下がバーって動いていって、マジックマウスで指をピッ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 ってやらなくても追い続けられるっていうね、がついたっていう。それがつきましたっていう、すげえマイナーなんだけれども、よかったねっていう、やっとついたねっていう機能が、今更できましたって言われてもなーとか、アップル純正として売り出しているんなら、もうちょっとね、力を入れてね、この辺の編集ソフトっていうのを作ってほしいなっていうふうに思ってるっていうね。まあまあそんな話でございます。ということで、まあ、3つほどですね、のんびり喋りましたけど、いかがだったでしょうか。とりあえず、リングだね。リングはどんな風な世界になってるのかって、すごい楽しみなんで、出たらですね、まあ、何年後になるかわかんない。2、3年後とかになるかわかんないけど、出たら絶対買おうと思いますし、AirPods Max 2ですね。まあ、今、円安ですよ。とんでもない10万ぐらいになっちゃうと思うけど、絶対買うしね。ファイナルカットは変わらず使っていきたいなと思いますし、あと、いろいろですね、部屋のですね、このスタジオの環境とかも変わって、新しく便利なものとか入れたんで、そちらも今後ですね、いろいろ解説していきたいと思います。そちらもお楽しみに。さあ、この動画が面白いと思った方、高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。それではまた明日。